はい、皆さんこんにちは。世の中の不思議探検家、ストレンジハンターのタカです。こんにちは、ウスレンジハンターのマネミだよ。皆さん、突然ですが地球に隕石がぶつかるかもって衝突の何日くらい前にわかるか知っていますか？3年ぐらい前じゃないと困る。1998年に公開された映画アルマゲドンだと地球衝突の18日前という設定でした。18日前ってめちゃくちゃ短くないですか？何もできない。そうだね。アルマゲドンでは衝突する隕石はアメリカテキサス州とほぼ同じ大きさ、直径なんと 1000km。 天文学者曰く直径 1000km の隕石なら本当は18日よりももっと前に発見できるそうですけどね。ちなみに直径 1000km の隕石が地球に衝突したら地球はコッパみじんになるそうです。え、マジで？3年じゃ意味ないじゃん。18日後に地球に衝突しますよって言われてももう何をどうしたらいいか分かんないですよね。うん、逃げたところで意味ないですもんね。意味ない。では映画の話ではなく実際には隕石衝突はいつ分かるのでしょうか？隕石衝突はいつわかるのでしょうか？でも1ヶ月前とか？答えはなんと衝突まで気づかない、もしくは分かったとしても数日前なんです。マジで無理ゲーやん。ではいくつか例があるのでお話しましょう。ロシアチェリャビンスク隕石。記憶に新しいのは2013年にロシアのチェリャビンスク州で起きた隕石の爆発。この時の隕石の大きさが直径約17メートルくらいと言われていて、空中で爆発したのでそこまで被害は大きくならずに済みましたが、仮にこれが地表に落ちていたら100メートル超えのクレーターができるほどの威力があったと言われています。やば。地面に到達前に空中で爆発したこの隕石でも大きな被害が出ていて、空中で爆発した時の衝撃波で約5000件の窓ガラスや屋根、ドアが割れたり吹き飛んだり、約1500人が怪我をしました。とんでもない威力ですね。上空の割と高いところで爆発したため威力はかなり軽減されたそうですが、仮に地表に到達した時の威力は広島原発の約30倍にもなったと言われています。30倍？直径17メートルの隕石でこの威力、やばくないですか？やばすぎる。原発の30倍？えぐいっすね。現在の科学力では直径100メートル以下の隕石は飛来前に発見することは不可能だそうです。100メートルというと大きく感じるかもしれませんが、宇宙にそれがあっても見つけられないんですよね。地球滅亡クラスの隕石の大きさは直径1キロを超えたものが衝突した時と言われています。そんな隕石がぶつかることあるんですか？あるんです。恐竜絶滅隕石。恐竜が絶滅したとされている原因は隕石の衝突です。これは6500万年前です。その時の隕石の直径は10キロから15キロでメキシコのユカタン半島あたりに落ちたとされています。1キロどころじゃないじゃないですか。そう、その時の威力は広島原爆の10億倍。衝撃で起きた地震はマグニチュード11以上、津波も発生し津波の高さはなんと300メートル。煙や火の粉が上空に立ち込め太陽を遮り、氷河期がやってきたことにより恐竜は絶滅したとされています。いや、すごすぎてもうイメージができん。10億300メートル。2019 OK 隕石。直径約130メートルの小惑星が2019年7月24日にブラジルの天文台にて発見されました。この隕石の進む速度はなんと秒速25キロ。そしてこの隕石は翌日に地球の近くを通過しました。地球から約7万2000キロメートルほどの距離を通過したこの隕石。7万2000キロって遠いと感じますか？いや、めちゃくちゃ遠いですよ。でも地球と月との距離のたったの5分の1の距離なんで、これは本当にニアミスだったんです。そう聞くとむちゃくちゃ近い。何が 2019OK だったんでしょうね。 2019NG だろって感じですよね。他にも
1908年には2019OK より少し小さめの隕石が地球に接近、シベリアのツングースカで爆発しました。これによりニューヨーク市の2倍近い広さの地域で木々が倒れたりと、隕石っていうのはちょこちょこ地球に被害を与えてるんですね。ちょこちょこめっちゃ怖いですね。地震よりはるかに破壊力があるんで備えようもないですからね。怖い。さあ皆さん、ここで終わりではないです。ここからが今日のメイン。2017年10月19日、とんでもないものが地球に接近していたのをご存知でしょうか？いや、知らないです。オウムアムアム。え、なんて？オウムアムアムア？オウムアムアとは史上初めて観測された恒星間天体のことです。恒星間天体？本来隕石は太陽系の中をぐるぐると回っているものですが、このオウムアムアはなんと太陽系の外から飛んできた天体なんです。へー。というとどんな感じなんでしょう？隕石というのは本来太陽系の中を回っているんで、太陽から遠ざかって太陽系の外に脱出していくというのはほとんど不可能なんです。へー。太陽からの脱出速度というのは秒速 42km 以上が必要とされています。ちなみに地球からの脱出速度は秒速 11km となっています。オウムアムアは遠方から来た初めての使者、石膏の意味となる。え、使者？そんなエヴァみたいな？そう、エヴァっぽい名前がついてますよね。3710万キロまで太陽に接近した後、10月の14日に地球から2400万キロメートルのところを通過しました。その5日後にようやく天文台で発見されたということです。え、後から？そう、早すぎて接近の前には見つけられなかったんです。マジか。このオウムアムアは細長い葉巻型であるというのが特徴です。長さは約800メートル、高さは約100メートル。これが地球に衝突していたら人類滅亡レベルです。へー、そんなのが近くに通ってたんですね。さらにオウムアムアは自転しているんです。え、細長いやつがぐるぐる？そう、棒状の隕石が太陽の重力を受けながら自転しながら太陽系の外に出ようとすれば、普通ならば折れてバラバラになるそうですが、オウムアムアは太陽系の外へと飛び去ったんです。最初は彗星かもしれないと思われていましたが、氷でできてもいないしガスも吹き出してはいません。発見から2年後、2019年にはハワイ大学などの国際研究チームによってオウムアムアは完全に天然起源の天体であるとする研究結果が出されました。天然起源。しかしオウムアムアにはさらに不思議な点があったんです。それは太陽系の外から飛来し、太陽系の外へ脱出するにあたり本来は重力に引かれ速度が落ちるんですが、このオウムアムアはなんと加速しながら太陽系の外に脱出したんです。おお、だいぶ危ない感じですね。これはスイングバイという方法で、簡単に言うとハンマー投げみたいに体を軸にして遠心力をかけるとより遠くに物を飛ばせるというやつと似ています。え、じゃあかなり思ってたより威力が。地球の近くにいた時は秒速 26km だった物体が太陽系を脱出する時の速度はなんと秒速 87km。 でも普通は遅くなるの？うん、普通は遅くなる。が速くなったの？そう、太陽の重力に負けない速度の倍のスピードですからね。これはとんでもないです。とんでもない。たまたま太陽系の外から史上初めて観測された物体がたまたまスイングバイで加速しながら、そしてたまたま自転してバラバラにならず、たまたま太陽系の星にぶつからず、そして太陽系を脱出していく、そんなことはありえるのでしょうか？え、でも天然って言ってた。え、エヴァ首都だったのかな本当に。そして昔から UFO として目撃例が多い葉巻型の物体がですよ。さらに言うなら月の裏側にあり、かぐやが発見された宇宙船とも形が類似しているんです。え、宇宙人が乗ってたんですかね。いやー、不思議な話ですね。さあ皆さんはどう思いますか？ぜひご意見コメントくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。エヴァ？使徒だったのかな本当に。ラミエル？
え、でもラミエルは正八面体か。葉巻型、人だったのかな。コメントで教えてくれる人いるかな。